伊豆にある浄蓮の滝には美しい女の姿をした女郎雲が住むという。そのあやかしは山に迷い込んだ男を綺麗な姿で惑わして、おや、あやかしとも知らずに心を奪われた殿方がまた一人。果たしてこの者の末路はどのようにして迎えられるのでしょう。変だな。こっち行けば道路に出られるはずなんだけどな。おかしいな。こんなところ地図になかったぞ。道に迷ったみたいで、 GPS がおかしいのか、なんかマップが変なんですよ。あ、こっち？こっちまっすぐ行けば。あれ？ん？なんだよこれ。ここでの生活はやっていけそうか？課長、ぼんやりして。あ、山で会った女のことでも考えてたのか？え、なんでそんなこと？えらいびっぴんさんだってな。噂になってるぞ。別に関係ないです。女もいいけどな、早く伊豆に慣れてね。来てしまった。確かこっち行って、なんだ？蜘蛛の巣。誰かを探し？え、あ、よかった。よかった？探してたんだ。私はいつもここにいますよ。え、いつもって山の中に？私に会いに来たんでしょ？うん。こんなこと初めてで、女の人が
頭から忘れられなく、この年で初恋かな。私は絡み。絡み。俺はこの日から滝壺に毎日通うようになった。おい、お前さ何日休む気だよ。え、東京から来たからってお前ここの仕事舐めてんじゃねえのか。おい、もしもし。おい、切っちまったよ。おい、やはりダメだ。この滝に近づいてはならない。何するんですか。やめてください。絡み、絡み。お、ノーマクサラマンダーバトランダンカン運慶シュワカあとは妖艶な女の姿に近づく女郎軍、つまり魔物に取り憑かれていたんです。はい、惑わしていたのはこの滝の主である雲の化身。雲って、彼女が。さあ帰りましょう。二度とここに戻ってはなりません。え、あ、ちょっと。はい、神様。だったら何だ。お願いです。たとえあやかしであろうと彼女を諦めることができません。何をごちゃごちゃと。絡みのことか。ずっと彼女のそばにいます。結婚を認めてください。愚かな。人間はあやかしの夫にはなれん。帰れ。嫌だ。絡み？なぜじゃ、術が解けたのに。待って。退治しに来たのか。会いたかった。人間ごときや！
当の私を。美しい。くだらん。俺は君から離れない。なぜじゃ、私と添い遂げる覚悟があると。結婚しよう。怖いだろ。うん、温かい。糸から君を感じる。そうか。男の恋心は本当にジョローグモに届いたのでしょうか。それともこの二人が仲良く暮らしていったのか、今は誰にも分かりません。She's a